あろうことか中国政府の一方的な主張を丸投げする形で、参議院大臣の責任があるのを公表してまいりました。そもそも事実においても、1937年に日本軍が南京に誘導した際は、そもそもが、また人口は20万です。南京市当時の人口は20万しかいませんでした。そして今、皆さん、中国政府が主張しているのは、日本軍が南京に1900万
Thank you.